皆さんこんにちは、ワナリグリフィッシュです。では今回は新ギレンの野望、地球連邦軍 V 作戦禁止プレイ続きをやっていきたいと思います。モビルスーツの生産を一切禁止で、攻略していくというね、コンセプトプレイになっています。前回は北京に続いてこちらハワイの攻略を行いました。ここの攻略にあたっては北京攻略時にジョンから奪ったズゴックをね、うまく活用して攻略に成功しています。今回はその続きでアメリカカリフォルニアの攻略、ここを今回行っていきたいと思います。攻略にあたってはですね、この北京で露獲したドム、これをねうまく使っていきたいと思っています。ドムにはもちろんエースパイロットたちを乗せています。生産したわけではないのでね、うまく使っていきたいと思います。でハワイはですね、この後生産するものとしては車両扱いになっているガンタンク2、これをね大量に生産してカリフォルニア攻略に当てていきたいと思います。その他ジャブロー、マドラス、この辺りはね防衛一辺倒になってますが、引き続き航空機で壁を作ってなんとかね、しのぎ切りたいというふうに思います。こんな感じですね。では部隊出撃させていきましょう。ドムの入った潜水艦が撃破されると消滅してしまうので、これだけは絶対ないようにしたいということから、しっかりデブロックで壁を作って進んでいきましょう。デブロックの壁で守っていきます。敵の戦力確認しておくとですね、グフカスタム入っているのは確認済みで、部隊数24という中身がちょっとわからないんですよね。ただ水陸両用が出てくると思っていいと思いますので、ここで下手をしないようにだけ気をつけましょう。一度陸にさえ上がってしまえばですね、エースパイロットの乗ったドムであればそう簡単に撃破されるということもないと思いますので、なんとかねまずは陸に上がるっていうところを最優先、したいというふうに思ってます。アグガイとかもですね一応露獲してますね。でこの後航空戦力はコアブースター、これメガリッシュを搭載していて射程が2あるので、これの生産を行って敵をね撃退するのにうまく使っていきたいと思います。でガンタンクのいいところはですね、射程が長いっていうのももちろんあるんですけども、1ターンで生産できるので、量産しやすいっていうのがありますね。そのガンタンク2、これは車両扱いになっているので生産を行って、この後のね、拠点防衛、拠点攻略、このあたりにね、うまく使っていきたいというふうに思います。敵はズゴックでしたね。このズゴックをじゃあうまく食い止めてる間に潜水艦を中に突っ込んじゃいますか。ではカリフォルニア攻略作戦発動していきます。これで侵入できるようになりましたので、早速ドム部隊投入していきましょう。再精鋭部隊ですね、これを投入します。どこから侵入するのが一番いいかというと、左側かな。補給確保しながら上がっていきましょう。ズゴックが配備されていますね。ドム、グフカス、それにズゴックですね。これをうまく叩けるかどうかという戦いになりそうです。ではドム部隊から先行させます。他は敵のズゴックの動きを封じたいですよね。敵のズゴックの動きをうまく封じるように布陣していきましょう。ではガンタンク2にパイロットを乗せて潜水艦で一気に輸送します。この潜水艦の輸送作戦がうまくはまれば大量のガンタンク2をカリフォルニアに揚陸することができますね。
ご覧のような形で出てきている敵のズゴックが全部で15いますので、まあ、これをねうまく封じ込めながらの戦いということになると思います。でドーン、エスカルゴ、デブロックともにですね爆撃レンジが2ありますので、攻撃できるところは攻撃で、隣接していて反撃を受けるところは何もしないというのをね徹底していきたいと思います。ハワイの生産は引き続きガンタンク2、これの生産を行っていきたいと思います。まあ、今後の主力になるというところですね。こちらはファング3。いやドーン、エスカルゴ、北京攻略戦、ハワイ攻略戦ではなかなか活躍の場がなかったですけど、ここは頑張ってくれてますね。ではカリフォルニア、まずはうまく上陸できるように頑張りましょう。敵軍事拠点に侵入しました。どうも揚陸するのが最優先になりますね。ズゴックがバーンと出てこなければと思いましたけど、出てくるか。揚陸させてくれよ。なんとかドムを陸揚げしたいな。厳しいかな。艦長を乗せるべきだったかな。がやられた。これはちょっと無理だ。タイムリップして戻ってこようと思いましたけど、ドムはそうか、接岸しといたおかげで陸揚げできてる。これはありがたい。ただパワーが半分になってんな。ちょっとどっかで回復しないと怖いな。さあハワイ、うん、カリフォルニア攻略戦ですね。進めていきます。ミディアとあとはガンタンク2を乗せた戦車潜水艦ですね、これが上陸できそうですね。ここはちょっと消耗戦になりそうですね。なんとか耐えたいなというところですけど、さあ敵もモビルスーツが多くなってきて、なかなか前に進めないという状態になってきました。まあ、うまくドムを使ったり増援を送ったりして戦い抜きましょうか。ではなんとか基地の中心部にね少しずつでも迫っていきたいと思います。ただ敵も強いな。なかなか簡単に落とせる戦力ではなさそうですね。ここから本格的な衝突になりますね。味方はガンタンク、それとズゴック、この後回復させたドムを投入する予定です。なんとかね敵のモビルスーツ隊を数減らしていきたいところなんですけどね。よし、ガンタンク2の射撃が強いですね。ガンタンク2にだからパイロットをもっともっと乗せて射撃の効率を上げていくっていうのかね、もしかしたら効率的かもしれないですね。うん、ドムが2機撃破された。これは痛いな。貴重なドムが2機やられたか。ドムはもう本当に虎の子の戦力と言っていい貴重な貴重な戦力なんでね、大事に大事に使っていかなきゃいけないなっていうところなんですけどね。ようやく
カリフォルニアの基地中心部制圧済みです。この敵のね、残った戦力を相当していきます。敵残存戦力を相当してください。はい、カリフォルニア制圧完了です。敵部隊が戦域から離脱しました。まあ、貴重なドームを失ったりしたのは痛かったですけどね、しょうがないですね。の攻略が可能です。ニューヨーク攻略作戦を提案します。はい、ではですね、この後は新兵器の開発プランが提案されました。ニューヨークの攻略を行ってオデッサ作戦に備えていきたいと思います。ビクトレー部隊は一度ですねカリフォルニアに輸送して、ニューヨークの攻略、これに使っていきたいというふうに思います。では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、ニューヨークの攻略作戦、お届けしていきたいと思います。